日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はふっくらとか他にもいろいろなオノマトペですね。はいはいはい、皆さん元気ですか。オノマトペコンテペイですね。今日も頑張りましょう。ふっくら、ふっくらというのは何かこうやっぱり柔らかい感じがします。例えば人が太った時、いろいろな表現がありますね。でふっくらというのはちょっとまあどちらかといえば丁寧な言い方です。基本的に人が太った時に、まあその話はしない方がいいですよね。だけど、まあ例えば僕のおばあちゃんね。おばあちゃんが、まあおばあちゃんになると痩せることが多いんですね。で、だけどおばあちゃんがたくさん食べる。これはいいことですよね。で、食べて少しふっくらする。ね、痩せてない、ね、ふっくらする、これはそんなに悪いことじゃない。ただ若い人とかに「ああ最近ふっくらしたね」って言うと「太ったね」と同じ意味になるのであんまり良くないですね。はい、ふっくら。あと太る時に使う言葉「ぽっちゃり」ね、最近なんかちょっとぽっちゃりしたね、これも言わない方がいいですね。ふっくらする、ぽっちゃりする、ね、ぽっちゃりになる、ふっくらになるっていうのは太るという意味ですね。あとふっくらは例えば肉まん、ね、まんじゅう、ね、あとはパンとかそういうものがちょっと柔らかい感じ、ね、ふっくらふわふわ、ね、ふっくらふわふわのパン、ふっくらふわふわのまんじゅう、ね、美味しいですね。次、ふさふさ。また、毛ですね。毛について。例えば、髪の毛。髪の毛がたくさんある人のことをふさふさと言います。髪の毛がない人のことを、まあ、ハゲと言います。ただ、ハゲというのは悪い言葉ですから、あまり使わない方がいい。ね。ただ、ハゲるという動詞ですね。動詞だと、まあ、動詞もしくは形容詞。例えば僕の、お父さんは、ハゲてますとかね。まあ僕のお父さんは本当はふさふさですね。はい、ふさふさですけど、まあそういう使い方ができますね。ハゲているとか、あの人はハゲている、あの人はふさふさね。ふさふさは髪がたくさんある人、ハゲてるっていうのは髪が少ない人。もっと丁寧に言うと髪が薄い、ね、あの人は髪が薄いね、少ないじゃなくて髪が薄いと言いますね。はい、髪が少ない、うん、薄いの方がいいですね。彼は髪が薄いというのはまあどちらかといえば丁寧な言い方ですが、できるだけしない方がいいですね。やっぱり人の見た目、外見と言いますね、太っているとかハゲているとかあんまり言わない方がいいと思います。まあでも表現方法ですからね。まあ勉強はした方がいい。勉強したことを全て使わなくても大丈夫です。もちろん。ね、だけど、やっぱり知っておいた方がいいですよね。言葉はたくさん知っておいて。でも使った方がいい言葉、そして使わない方がいい言葉があります。ね、気をつけてください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ。またね、またね、またね。